どうも。おはこんばんちは。今回は、やっと作れる駅図武器、ネメシスの最後の部品と、設計図の入手先の案内と、後半に、ざっくりした武器の説明をしていくんやで。とりあえず、火力がバカ高いから、一本だけでも作るといいと思うの。まずは、部品と設計図の場所から行こうか。最後の部品は、ディストリクトユニオンアリーナの侵略ミッション、最後のボス、ネームドが落とすよ。ちなみにミッションレベルは、ノーマルでも落ちますよ。そして設計図は、ワシントンホテルの最初のネームドから落ちます。ミッションオプションから三角ボタン長押しで侵略ミッションに変えてから行きましょう。難易度はノーマルでもいいです。これで設計図もドロップしたので、拾ったら作戦室で。今日死亡を確認。よくやった。ビルの掃討を続けてくれ。お次はネメシスのざっくりした説明をします。固有タレントは3つついてまして、この動画では上の2つのタレント、カウンタースナイパーとネメシスをざっくり紹介します。まず、カウンタースナイパーは、射撃ボタンを長押しすれば、与えるダメージが上がると思っていただいていいと思うの。そしてキルできなかった場合は、長押しする時間が短くなる。そんな感じです。どんな感じか射撃しますよ。最初は長押しせず撃ちますね。難易度はエリートにしてます。右の DPS を見てもらえば、大したダメージじゃないのが、わかると思います。次は長押しして撃ってみます。長押しをすると、レティクルの円周に、オレンジ色のラインが出てきます。押してる時間の長さで、ダメージが変わります。ちなみに長押ししっぱなしだと、弾が自動で発射されます。長押しの状態では待機できないので、注意しましょう。カウンタースナイパーだけでも、200万を超える DPS が出てますが、2つ目のタレント、ネメシスをさらに発動させると、ダメージが上がります。ネメシスは、敵をスコープで覗いて、数秒すると、敵の頭の上に、ナイフに翼がついてるマークが出ます。このマークがついた敵に対して、1秒経過するごとに、プラス 5% のダメージ付与がつきます。マークがついてから10秒待てば、その敵に対してプラス 50% のダメージ付与がつきます。このマークがどんなものか見てみましょう。スコープで覗いて少しすると分かりづらいですが、マークがつきます。アップで見るとこんな感じです。マークの赤い部分が時間経過を表しています。10秒ちょうどを数えるのは戦闘中は難しいと思うので、赤いラインが左の羽部分に差し掛かったところでため打ちするといいかもしれません。では、実際、ネメシスを発動させつつ、ため打ちをしてみたいと思います。赤いラインが左の羽に差し掛かったところでため打ちをします。約300万の DPS が出ました。
さらにタイミングが合えば300万は超えます。以上でネメシスの部品と設計図の取得、タレントのざっくりした説明を終わります。ネメシス用にキューゴジラへの装備を作りましたが、かなりの DPS が出ました。もともと SR 好きで装備が揃ってる人なら400万 DPS も超えますね。それではご視聴ありがとうございました。